よいよだな。ああ、うん、ジェドの真似をして私も告白しよう。私はみんなとは生まれが違う。このコーネリアで生まれ育った。これをいつ手に入れたのかはっきりしなかったけど、今なら思い出せる。私にこれを持たせたのはアストスだ。カオス神殿の奥にいたのはアストスだったんだ。これが必要だとこの水晶を渡してきた。受け入れた私はそのまま闇に身を委ね、気がついた時にはジャックたちに倒されていた。衝撃の告白だな。長い間その瞬間を待っていたようにも感じる。でももうあまり覚えていない。胸の中にあるのはただただカオスを倒したい。きっとみんなと同じ飢えや焦りだ。最後まで一緒に戦わせてくれ。おかしな真似をしたら消す。うん。海の中まで来たんだね。なるほど、水のカオスがいてもおかしくないな。すごいが来るぞ、注意。手を下げられたか。いい装備なんじゃない？よかったな。この模様、火を使うなってことかな。ガスだぞ。ああ、こんなものだな。まだ先はあるんだ。頼むぞ。キューブがある。ここにあるんだ、覚えてこ。だからよしってことで。
灰になれ。格好悪かったな。待っているなら開ける方法もあるでしょう。探しましょう。爆風であんな風になるんだ。いい。せい。風呂。危なかった。怪我は手当てしておけ。灰になれ。お出迎えだな。やるぞ、ついてこい。あまり効かないようだ。追いつけよ。灰になれ。今日まずい状況だな。みんなは大丈夫？キューブ見つけたよ。闇の気配が漂っている。下ジャックはさ、セーラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ、今のジャックの話だ。姫個人には興味がない。だが絶対に守らねばならないと思っている。セーラ姫はコーネリアの平和とか希望の象徴だからね。姫を守るなら父になるのはどう？それを決めるのは王子だ。そんな乱暴者、近くに置くのはお勧めできない。あれは訓練。あれでここまで来れたのかも。いい気で、すでにここまで来た俺たちには気を見なかったのです。状況まずい状況だな。落ち着くんだ、落ち着け。もうちょいで倒せそう。ジャック、倒してしまおう。追いつけろ。これは扉の鍵だと思う。そうね、行動範囲が広がるわ。解錠完了っと。そういえば海賊たちが怒っているんだったな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょうね。海らしい？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。だいぶ下まで降りてきたが。水のクリスタルはすぐそこのはず。行こう。この電源は独立してるみたいだ。ちゃんとした鍵が必要なのかも。この鍵じゃ開かないみたい。
勢は良くないな。集中集中。灰になれ。とは別の鍵みたいだな。手にならん。いつもこうだといいんだけど。足を引っ張ったかな。ごめん。さて、何が入っているかな。これで楽に戻れるぞ。このルートは覚えておこう。やるか。決めつけるか。外ろ。もちろんだ。
敵発見。ジャック、戦おう。嫌な感じがすごくしてきた。多分この先に。ああ、最後のカオス。ようやくだ。足を引っ張るなよ、ジャド。俺？名指し？傷つく。待たせたようだな。クリスタルを返してくれ。もう随分長いことクリスタルに頼らず生きてきたではないか。今さら輝きを手に入れてどうする。どうするって。返せというが、誰もあの輝きを知らない。ネオ、言い返して。混乱するだけではない。カオスが理屈を語るな。水のカオス、クラーケンに歯向かうとは身の程知らずめ。集中しろ。刺激が重い。まともに受け止めるのは危険だ。気をつけた方がいい。ジェド、頼めるか。させろ。あの炭には気をつけよう。カオスの炭なんて絶対体に良くないぞ。体勢を下げられたか。猛烈ね。食らったらひとたまりもなさそうよ。少々まずい状況だ。何としても倒す。あれは間違いなく起こってるね。かまわん。次は完全に仕留める。ジャック、やったな。うわ、俺も気をつけよう。決めろ。そうやってなるべく触れるようにしろ。個人的な記憶もそのデバイスに預けるんだ。経験の記憶は情報量が多い。脳に置いたままでは転送で欠落するリスクがある。俺は構わない。大した過去じゃない。そんなことを言うな。記憶の積み重ねが君自身だ。ジャック！
ここは危険だ。早く脱出しろ。やった、俺たちやったよな。ああ、海流が生まれ、淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな。悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したからな。どうかしたか？消えない。俺の中のカオスを倒さねばという思いが、まだ消えない。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは引く。そう、予言の通りの光の戦士だ。このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水、で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスの手下だという意見もある。誰が言ってるの？あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。押し行こう、義務がある。お前たちは何をしでかしたんだ？大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが火はかまどから溢れ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったとのや、土の変化に困惑する農民もいる。だが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらく本来の姿、慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで。なんか大事です。歴史は長きにわたやみと共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって、大昔の映画を極めたコーネリアに戻るなしょ。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではない。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、
討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。城下は混沌としています。混沌？城門を取りよ。城の守りを固めよ。はっ。する。忘れたけど、俺は戦うことが好きなんだ。戻られて大変心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジャック、失礼しなし。敵発見。潰すぞ。手応えがなさすぎる。勝って当然の相手だ。今の連中、正気とは思えない。だが手加減は命取り。ああ、分かってる。セリューだね。ジャック、とどめよ。ジェド、立って。いいんじゃない。行くぞ。クリスタルの闇を払ったのに、なんで。セーラ姫の言う通り、変化の時なんだろう。人の心変わりもありえる話だ。にしてもさ、光の戦士だって持ち上げて応援してたくせにさ。放っておけ。目の前の敵に接するんだ。邪魔だ。違う攻撃を試そう。やってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。むしろこの騒ぎ俺たちのせいにされてるだろうね。本当、魔物と同じくらい人も闇を抱えてそう。セーラ姫に習ってほしいね。光の戦士だな。いい訓練になったな。あれは休憩。休憩できそうだ。
ビッケ船長。なくなった心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間、俺はよ何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ、何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな、いぬぜ。俺はわざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アーストスなら何とかできると思って探しているんだが、見て、あんたたちも探してくれ。アーストス。俺の見たところ、長いことカオスと戦って、アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。人を見る目を持っていた。エルフには役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい。アストスはどこ。コウモリ王へ。わかった。海賊に名ごと言われたくねえだろうが、憎むな、怒りに我を忘れるな。俺みたいになるぜ。なんでこんなことになっちまったんだ。私の断片的な記憶の中にこの風景はないの。何がかつてな混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。